特にあのリンリンちゃん、リンリンブラウニーさんは僕と同じターゲットが日本人なんで、ぜひコラボしてもらいたいぐらいなんです。370元結構しますね。ありがとう、シェ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 。うわすごいわ、すごいの来たぞ。うわこれはエグいな。これソースかけるんやわね。うわこれエグいな。うわうわうわ、どうでしょうか、どうやろう。じゃあいただきます。台湾グルメといえばゾロ。どうもゾロです。はい、今日はですね、毎月月始めの夜市嫌いの僕が夜市を紹介するシリーズということで、観光客はほとんど知らない地元台湾人たちのね、人気の夜市ね、シーパイ夜市を回りたいと思います。はい、じゃあ今日も元気に行きましょうか。さあさあ、今日はね、毎月月初めのね、夜市嫌いの僕が夜市を紹介するシリーズなんですけども、僕はね、夜市があんまり好きじゃないんですよ。なんでかっていうと、理由が3つあってね。1つ目がね、人が多い。僕人混み苦手なんでね、ここの夜市は歩行者天国じゃないし、超ローカル夜市やから人そんないないんですけども、有名なね、シーリン夜市とか、ニンシャイエスね、夏夜市とか、ラオハイエス松山のね、そういう有名な夜市はもう歩けないぐらい人がいてるんですよね。で、僕人混みが苦手なんで、それが一つ目の理由で、二つ目の理由が、そない美味しいものがない。夜市って一つ一つのものは安いんですけども、食べていくうちにね、300元、400元、1000円、2000円ってなっていくんですよ。その割に飛び抜けて、うわめっちゃ美味しいっていうものがない。これが二つ目の理由で、3つ目の理由が超豆腐臭い。で、この3つの理由でね、僕は夜市があんまり好きじゃないんですけども、でもこのゾロの台湾グルメね、2年半ぐらいやらせてもらって、毎月毎月ね、もう数えきれないほどの夜市を紹介していくうちに、ちょっとずつね、夜市の楽しみ方が分かってきてね、夜市が好きになってくるようになりました。はい、でそんなね、シーパイ夜市を今日回るんですけども、ここのシーパイ夜市は MRT のね、シーパイ一番出口から歩いて5分ぐらいなんですけども、この MRT のシーパイはね、台北の中心地台北駅から9個ぐらいね、離れてる駅なんですよ。だからだいぶね、中心地から離れてるんで、まずね、観光客は10中8個来ない、ほとんど来ないエリアなんでね。だからこそね、皆さん、ローカル好きな方、もう観光地じゃなくてね、ローカル好きな方、観光エリアにはない夜市でね、地元の台湾人たちの密着のね、ローカルの雰囲気を楽しめる夜市になってると思いますんでね、ぜひ今日も皆さん最後までね、ゆっくりリラックスして楽しんでいただけたらなと思います。というわけでね、ここがね、シーパイ夜市の入り口なんですけども、さっきも言ったみたいにね、歩行者天国じゃなくて、車とかね、バイクビュンビュン通るんでね、結構危ないんで気をつけた方がいいです。でね、ちょっとぐるっと回って、そこにね、あーまら食堂って言ってね、めっちゃ有名なね、今台北中にチェーン展開してるね、僕も大好きなマーラー火鍋のね、
安くて美味しい食堂がある。ここはね、実は総本店なんですよ。こっからね、どんどんチェーン展開していったっていうね。はい。で、早速なんですけど、今日買いたいものがあって、ここのね、夜市の本通りのね、ちょっとこっちに外れるんですけど、いつも並んでるね、シェンシュエイジーって言ってね、僕がよく言ってる塩水鶏って書くんですけども、茹でた鶏肉とか野菜とかをね、ハサミでチョキ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 切って袋の中に入れてくれて、爪楊枝で刺して食べるっていうね、台湾独特のね、シャオツーですけど、おやつですけども、それの行列ができるお店があるんです。ここです。ここほらほら並んでるでしょ。なんかね、マーラーって言ってね、辛くしてくれるらしいんですよ。だから今日ちょっとね、ここでね、まず一発目買ってみたいと思います。ちょっとね、並びますね。ほら、あんな感じでね、ハサミでこうチョキ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 切るんですよ。あの、好きな具材選んだらね、あの、茹でた鶏肉とか野菜とかね、でハサミでチョキチョキ切って、ソースでね、なんかめっちゃいろんなね、いろんななんかソースとかでこう絡めて、最後に袋に入れてもらって、爪楊枝刺して食べるっていうね、これがね、シェンシュエイジーって言ってね、あの、塩水鶏って書きますね。はい。夜市のね、屋台の定番ですね。どこにでもあるやつですね。でもここのやつは、マーラーって言ってね、なんか辛いらしいんですよね。それが有名みたいですね。ここにね、メニューがあるんで、イガ、チートエ。ランホー、パイスワン。パイスワン。今ね、この鶏ももとこのタケノコね、注文しました。もうこれだけにしとくわ。ちょっと夜市いっぱい回らなダメやからね。ウォヤオ、シャオラ。ちょっと辛くしてもらいます。ほら、こんな風にね、ハサミでチョキ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 とやりますね。すごい手つきがね、もうなんか職人やね、職人技やな。谢谢谢谢。ありがとう。谢谢。バイバイ。買いました。はい、というわけでね、一発目のね、シェンシュエイジー買いました。もう後ろめっちゃ並んでますけども、後ろね、すごい並んでますけど、はい、ちょっと暗いね、ごめんね。はい、こんな風にね、ほら、袋にこうやってね、入れてくれるんですよね。はい、で、鶏のもも肉ね、ジートエと、あとね、今が旬のね、タケノコをね、もらいました。はい、じゃあこの串でね、刺して食べたいと思います。まずは、鶏もも肉ね、ジートエ、シャオラーってちょっと辛くしました。いただきます。うん、めちゃめちゃ歯ごたえがね、すごい地鶏みたいにコリコリやね。あとシャオラーやけど結構辛いね。これはね、ビールのあてやね、確実に。めっちゃビール飲みたくなる。今日はちょっとね、夜市やけどビールやめとくわ。最近マジね、5キロぐらい太ってね、ちょっとダイエットしなあかん。最近マジね、5キロぐらい太ってね、ダイエットしなあかん。やっぱお酒飲み始めたら急に太ったね。これがね、タケノコです。今が旬のタケノコね。台湾夏ね、タケノコめっちゃうまいんですよ。いただきます。おいしい。歯ごたえがいい。ここのやつはちょっとね、味が薄いかな。本当に美味しい夏のタケノコってね、まるでなんかめっちゃ甘い北海道のトウモロコシみたいな、生トウモロコシみたいな味がするんやけど、ここのちょっと味淡白かな。もも肉、いや、これもも肉がマジでうまい。この歯ごたえはほんと地鶏やね、地鶏みたい。辛さがいいわ、やっぱね。なるほどね。いや、ここほんと有名なんですよ。前から知ってたんですよ。僕一人だけね、友達少ないんで、台湾人の友達が一人しかいないんですよ。もうその子この辺住んでるんでね、時々来るんですよ、僕実は。ここの用事ね。で、ここのね、シェンシュイジーはね、絶対美味しいから一回食べてってずっと言われた。もう5年前ぐらいから言われたけど、初めて食べた。これは確かにね、美味しいです。うん、じゃあね、結構あるけども続き回りたいと思います。ほら、めっちゃ並んでる。戻ってきました。すっかり夜も更けましたね。そんなにね、大きな用事じゃないんでね、一個ずつ舐めるように見ていきましょうか。
まずはここでね、99段って書いてあるから、リグは超かな、多分ね、わかんない。ちょっと変わってる。ここはね、ドリンクの紅茶とかの屋台ですね。はい。これはね、ヤンローやって、羊肉を炒めてるみたいだね。うん。ここパスタやね。イタリーメンっていうパスタのお店。ここなんやろ、タイの、タイ式のお弁当屋さんやって。へぇー。あ、ここのね、唐揚げ屋さんもすごく有名なんですよ。手羽先の唐揚げが安くてうまい。ほら、6個で100元ですよ。これ、5年前から変わってないんじゃない？僕も時々買うんやけど、美味しいですね。はい。じゃあね、せっかくなんで、僕この小さいキノコのね、シャオファンのやつもらおうかな。ほら、台湾のね、手羽先ってね、あの手羽元までついてるんですよ。ほら、めっちゃお得じゃないですか。それでさ、6個で100元ってめっちゃ安いよね。本当にここ最安かもしれない、あの手羽先の唐揚げはね。はい。あれなんていうの、キノコ、マッシュルーム、シャオファン、シャオド、おや、シャオラ、シャオラ、シェシェ。で、番号札ね、34番もらいました。見てほら、めっちゃ人気じゃない、ここ。いつも並んでるんよね。じゃあ待ちます。あの、注文してからね、もう一回揚げ直してくれるんですよ。だから熱々のやつが来るんでね。はい、できましたね。多分エリンギやと思う、あれはね。40元、160円、安い。おお、イカが来たよ、イカが。すごい。シェシェ、シェシェ、ありがとう。買いました。はい、というわけでね、唐揚げ買ってきました。エリンギの多分唐揚げですね。はい。アワビのなんとかだけみたいな、あれなんて言うんやろね。そろそろ呼び方、中国語の読み方覚えないとね。はい。40元やけどね、結構たっぷり入ってるわ。じゃあいただきます。めっちゃうまい。これ40元値打ちあるわ。外サクサクでね、中ブリンブリンでジューシーでうまい。塩コショウ加減もいいしね。シャオラーっていうかちょっとピリッとしてね。これもビール飲みたくなるやつやな。うん。揚げ直してくれるのがいいよね、その場でね。うん。いや、これ止まれなくなるわ。うん。さっきも言ったみたいに、ここは手羽先がおすすめなんですよ。手羽元もついて、6個で100元やからね。これ5年前から全然値段変わってない。てかもう美味しいしね。でも、このエリンギの唐揚げもすごく美味しいわ。うん。ここのね、唐揚げ屋さんはね、おすすめでーす。じゃあね、次ね、行きたいとこあるんよ、今日。なんとですね、ステーキを今日はね、食べに行きたいと思いまーす。唐揚げ美味しかったね。じゃあ行きましょうか。ステーキって思うでしょ。ほら、ここにもね、ステーキ屋さんある。ニョーパイって言いますけどね、ここのステーキ屋さんじゃないんですよ。行きたいね、ステーキ屋さんがあるんですよね。ここはユードンファンって書いてるね。なんか日本料理かな、多分ね。うん。さあ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 、あ、ここもね、ほら、シェンシュイジーやね。さっき買ったやつみたいなね、あの同じやね、チェンシェイジ、どこにでもあるやつね。はい。こっちはルーウェイやね。台湾風の醤油の煮物、ルーウェイね。はい。これも似たような感じ、ハサミでちょくちょく切ってくれるやつね。はい。こう鉄板焼き屋さんやね。うん。鉄板焼きもいいね。東山釜玉、やっぱりどこにでもあります。さあ、僕が行きたいステーキ屋さんはなんとあれです。あれあれ、なんかちょっと
夜市っぽくないステーキ屋さんやけどもね。ここです、ジャックステーキ。車とかバイクビュンビュン来るからね、こんな感じでめっちゃ気をつけないと。あっちに渡りたいんですけども、本当にこうビュンビュン来るんで気をつけないと。台湾は何度も言ってますけども、車バイク優先の国なんで、歩行者優先じゃないんでね。はい、じゃあね、ここのステーキ屋さん行ってみたいと思います。大丈夫かな。台湾の夜市でステーキ絶対食べたらあかんっていつも僕言ってるけども、すごいですね、すごいですね。じゃあ行きましょうか。36度2分おお、結構店内広いね。これ2階もあるんじゃない、ほら見て、2階席もありますね。っていうか満席じゃない、ほら満席やで、やばいな、人気やね。ニハオ、あーイウェイネイヨ、うん、あ、オッケー。じゃあね、満席なんで2階行きます。ちょっとびっくりやね、人気のステーキ屋さんなんやね。なんで僕が夜市でステーキ食べようと思ったかっていうのを今からちょっと話しますね。すごい、ジュースとかアイスクリームとか多分食べ放題じゃない、この辺のパンとかさ、スープとか多分飲み放題なんよね、多分ね。はい、あ、はい、シェシェ。じゃあここ座らせてもらいます。シェシェ。メヨ、あ、すごい、え、わかんない、わかんない。听得懂中文吗？听不懂中文。ちょっと日本語できる人来たよ。はい、これ、これ、うん、普通のステーキ、普通のステーキ、じゃあおすすめ、うん、あ、これがおすすめね。はい、はい、あ、じゃあこのおすすめのやつ一つ、はい、じゃあソースは、ソースマッシュルームで、はい、このミディアムレア、ミディアムレア、はい、はい、すごいね、これ370元、結構しますね。ありがとう、シェシェ。日本語できる人がね、来てくれましたね。じゃあね、370元、夜市やで、夜市やで、やっちゃったかな。でね、台湾のね、ステーキ屋さんはほらこういう感じでパンがね食べ放題なんですよ、こんな感じで。あとスープもね2種類食べ放題、飲み放題なんですよ。で、飲み物も飲み放題、ソースとかもあるしね。で、ここはね、ほら見て、アイスクリームもね、ほら食べ放題みたいやね。まあでもね、ちょっとお腹いっぱいになっちゃうから飲み物だけもらうわ僕ね、うん、喉渇いてるから。このライチサワーってやつもらうわ漫画喫茶みたい。先生、うわすごいわ、すごいの来たぞ。うわこれはエグいな。これソースかけるんやわね。あ、これエグいな。うわはい、というわけでね、いつもね、夜市では絶対ステーキ食べたらあかんってね、僕がいつも言ってるこの張本人の僕がね、ステーキを食べに来ました。はい、お店のおすすめのやつですね、370元ですね。結構高いよ、1500円ぐらいじゃない、夜市でね。で、なんでこれ食べに来たかっていうと、2年前ぐらいになるんですけどね、三苑台湾さんのズズちゃんとリンリンちゃんがね、ここを食べてたんですよ。で、台湾のステーキってほら、なんかパパイヤみたいな酵素でね、漬け込むんですよ。だからブヨブヨみたいな、ゴムみたいみたいな、合成肉みたいなんで、ブヨブヨで気持ち悪いって僕いつも言うんですけども、だけど、ここのステーキはそうじゃなくて、ちゃんとしたね、お肉の味がするって言ってたんですよね。だからね、食べてみたかったんですよ、ずっと。はい、2年越しに食べることになりました。でもね、僕来る前にね、もう一回調べたんですよ、見たんですよ。そしたら多分2年前はね、290元やった。今370元やから80元も値上がりしてるね。はい、じゃあね、早速食べていきたいと思います。はい、ナイフで切りますわ。はい、ミディアムレアにしたんでね。あ、ちょっと待って、これ切ってる感じはね、なんかブヨブヨっぽいな。え、どうやろう、どうやろう、
どうでしょうか。どうやろう。じゃあいただきます。確かね、よその夜市のステーキよりもゴム感、ブヨブヨ感はちょっとマシかもしれない。でもやっぱね、お肉の赤身のね、味が全然しないね。これで1370円やろ。これはちょっとエグいな。マジでね、肉の旨味が一切しないね。噛み応えは確かにあるよ。でもこれもね、あのパパイヤの酵素みたいにつけてると思うよ。ずっとつけっぱなしなんで、多分その水分に溶け出すんやろね、肉の旨味とかが。噛めば噛むほど全然味がない、ほんまに。マッシュルームソースもさ、チープな感じのまあでもこれも他の洋一と比べたらマシかな。他の洋一のマッシュルームソースってさ、粉末粉から作りましたみたいな、お湯で溶かしましたみたいな感じやけど、ここはちゃんと作ってんのかな。まあそれでもなんかチープな感じが否めないね。うん、いやほんまね、もう声を大にして言うわ、絶対もう絶対洋一で、台湾の洋一で絶対にステーキ食べたらダメ。台湾の洋一でステーキ食べたらダメ。まだこんなにあるわ。いやこれちょっと食べれないね、僕残すは悪いけどね。じゃあね、気を取り直してね、続き回りたいと思います。めっちゃ残念やわ、ボンキトリ残念、もう二度と食べない。じゃあね、ちょっと気を取り直してね、行きましょうか。うわもう本当にね、二度と食べないよ、絶対に二度と食べない。さあ、じゃあもうそんなにね残りないと思うよ。ここもさ、いつも結構人気、シャンジェンパオっていうかな、あの蒸し焼き肉まんみたいなやつね。わーすごいな、すごい一気にテンション下がった。ここのさ、ヒゲの臭豆腐みたいなのも多分有名なんじゃない、多分ね、わかんないけどね。ここは何やろ。あ、ここチャオ麺とかさ、チャーハンとかかな。こういうとこなんかね、素朴で美味しそうやったりするね。ほら、15元の串焼き屋さんです。これチェーン店やろね。ここ何やろ、マーラーって書いてるね。何でしょうね。これ回転焼きじゃない。ここの回転焼き屋さんなんかおしゃれやね。あ、回転焼き最後に買おうかな。タロイモあるかな。タロイモないな。あ、あるわ、ずっとタロイモある。ここでね、一応おしまいかな。はい、そこね、ちょっと真っ暗で閉まってるんやけど、有名なね餃子屋さんがあるんですよ。それは一回紹介してる。僕はまあ普通やけどね、いつも人気なんでね、それまた概要欄に URL 貼っとくんで、よかったらチェックしてみてくださいね。めっちゃ人気の焼き餃子と水餃子のお店ですね。ちょっとね、あっちの方まだね見てないとこあるんで、ちょっと見てみましょうか。ここはね、十元寿司ですよ、十元寿司ね。これなんかさ、タルトのお店やね、めっちゃおしゃれじゃない。すごいおしゃれなタルトのお店やね。タルトもいいね、あの最後の締めみたいなのにね。1個50元か。いいか、薄くわい。あ、オッケーオッケー、シェシェシェ。老板冰島、吃冰島。ん？吃冰島。冰島。冰島。あ、冰島。
あ、冷たいんや。へえ。瓶だ。へえ。なんか冷たいエッグタルトみたいやね。なるほどね。これはね、リーグアチョーって言ってね、さつまいもボールやね、台湾の独特のね、もちもちキューキューさつまいもボールね、美味しいやつ。今並んでないけどさ、ここのシェイジェンパーもいつも結構並んでるんよね。ちょっと1個買ってみようか。7元って安くない？めっちゃ安くない？あ、はい、ちょっと待ってって。多分今これ焼いてるんじゃない？これがほら手作りやで。すごいな、1個1個手作りやで。1個7元すごいなあ。うわー、すごいちっちゃい。やっぱ安いだけあってちっちゃいからさ、申し訳ないから2個ぐらい、2個は買おう、せめてね。あ、ジャンガー、すごいな、すごいな。これはちょっと初めてや。あ、シェ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 、すごい、もう焼きたて出来たてスタイルやね。買いました。はい、というわけでね、今焼き上がったばっかりのシェイジェンパオですよ。はい、後ろでね、焼いております、作っております。すごいな、これ、これあんなに焼くんやね。ひっくり返してたね。ちょっと初めてやね。ほら、思ったより小ぶりやね。もうこれはちょっと楽しみやけど、絶対やけどすると思うよね。絶対やけどすると思うから、ちょっとね、ほら気をつけて食べたいと思います。いただきます。熱い。うん、おいしい。あ、でもこれね、キャベツが入ってるんやけど、干しエビもめっちゃ入ってる。干しエビの風味がすごいわ。あ、僕結構ちょっと苦手かな。おいしいんやけど、生地がね、めっちゃ香ばしくてうまい。まあ、焼き上がってるから、中なんか本当にね、干しエビがかなりきついんで、エビ好きな人はね、いいと思う。僕アレルギーなんで、ね、ちょっと、はい、じゃあね、またちょっと続き回りたいと思います。おいしいやけどね、生地はうまいやけどね。やっぱりこのヒゲの臭豆腐が気になったんでね、臭豆腐食べてみたいと思います。你好、一個臭豆腐、シャオだ。あ、チャリツ、うん、じゃあね、そこで食べさせてもらいます。はい、というわけでね、台湾らしくね、臭豆腐をね、食べに来ました。はい、臭豆腐食べに来たんや。すごくない？僕もついにね、ついにね、臭豆腐ね、好きになってきたんですよ。はい、食べれるとかじゃなくて、好き好んでね、食べるようになってきたんですよ。さっきも言ったみたいに、一人しかいない台湾人の友達がね、臭豆腐大好きなんですよね。まあ、それもあって、よく食べるようになったんですよ。で、僕もね、ついに臭豆腐好きになった。はい、ね、いやー、人間変わるね。夜市もだんだん好きになってきたしね。はい、まあ、でも今日はちょっとステーキのことがあるからね。はい、これ50元結構安いね。50元でこんなに 量が入ってる。安い安いと。で、このね、タレね、濃厚そうなタレにね、たっぷりつけてね、いただきます。うん、おいしい。ここのお店はね、そこまで臭くないわ。これぐらいね、臭さ控えめやったら僕もいいと思う。臭さ控えめってね、めっちゃ臭いやつはさすがに僕も無理やけどね。これはね、パオツァイって言ってね、キャベツの甘酢漬けやね。
美味しい、うん、で、台湾人のね、正しい臭豆腐の食べ方、僕がね、皆さんに伝授したいと思います。まずね、ここの臭豆腐はちょっと小ぶりなんやけど、ほんまもっとでかいんやけど、真ん中穴開けます、お箸で、ほら、ブシュってね。で、この開けた穴にこのパオツァイをね、こうやって詰め込むんですよ。ギュッと押し込んでね、はい、ギュッて押し込んで、ギュッて押し込んでパオツァイを詰め込むでしょ、はい、こんな風にね詰め込んだら、これでタレにたっぷりつけて食べます。うん、おいしい。この食べ方が台湾人の正しいね、臭豆腐の食べ方です。おいしいわ。ただこの店クーラーついてないからめっちゃ暑い、めっちゃ暑い。早く食べて外出たい。じゃあね、ゆっくり食べて、食べ終わったらまた続き回りたいと思います。もう今日はデザートで終わろうか、ね、さっきの冷たいタルト買おう。ほら見て、綺麗に完食したよ。もうね、これちょっとね、意外やけど今日一番美味しかったかもしれないわ。うん、ありがとう、シシェシシェシシェ、美味しかった。じゃあね、最後デザート食べに行こう。さあ、というわけでね、ビンダ冷たいね、エッグタルトのお店に戻ってきました。おしゃれやな。何味がいいかな、いろんな味があるからね。このチャオパイユエンウェイっていうのが、チャオパイっていうのが看板なんですよね。ユエンウェイっていうのがオリジナルね、はい。まあ、これがベターっちゃベターやね。チョコレートとかもあるし、黒糖とお餅が入ってるやつもあるね。チョコレートチーズケーキとか、ブルーベリーチーズケーキとか、キャラメルとか、あ、タロイモあるよ、スイートタロあるよ。どうしよう。やっぱりさ、タロイモラバー としましては、あのスイートタロやんな。あ、でもさ、お姉さんのおすすめも聞いてみようよ、ね。いやー、あー、トイチェンシャマ、巧克力、チョコレート、然後乳酪、可以两个选一个。うん。然后、うん。咖啡、咖啡。うん。うん。柠檬塔、柠檬塔。对。へえ。あ、这个是有芋头。あ、芋头。うん。あ、じゃあ芋头。あ、言ってくれた芋头。これおすすめで、タロイも言わんかったらどうしようかって思ったけど。あ、いいか、いいかじゃん、はい、いいか、あ、シェシェ、シェシェ、ね、タロイモの冷たいエッグタルト買いました。ありがとう、シェ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 、買いました、最後のデザート。はい、というわけでね、最後のデザートにね、エッグタルト買ってきました。タロイモ入りです、ウートタロイモ入りです。はい、ビンダ冷たいデザート、手で持った感じ別に冷たくないね、あの常温みたいな感じがします。結構でかいね、50元やから200円ぐらいですね、はい。じゃあいただきます。どうかな、うんうんうん、美味しい。ちょっとでもね、生地が粉っぽいかな、ちょっと粉っぽいかな、うん、甘さが控えめないけど、この中のブリュレみたいな、プリンみたいなところがね、ブリュッとしててうまい。でちょっとタロイモのとこをちょっと活かして、あー、おいしい、おいしい。甘さ控えめはね、あのウーニーって言ってね、芋泥って書くやつ、ペースト状のやつやね、おいしいけどね、やっぱその周りの生地がね、粉っぽい、それが気になる。そこさえなかったら結構かなりレベル高いと思うよ、うん、うん、そうやね、全然悪くないと思う、こういう台湾のスイーツにしては。なぜか上から目線ですけども、本当にね、このブリュレみたいなところがうまいね。最後の一口、うん、完食したけど、やっぱ最後の一口がすごい粉っぽいわ。何か飲み物が欲しくなる。いや、今日もなんやかんやで食べたね。まだあの
一番最初の先生じーとキノコの唐揚げまだ残ってるわ。これはねちょっと明日ゆっくり食べたいと思います。はい、じゃあね最後まとめいきたいと思います。はい、というわけでね、毎月月初めのね、夜市嫌いの僕が夜市を紹介するシリーズということで、観光客はほとんど知らないね、地元の台湾人たちのためのね、超ドローカル夜市、シーパイ夜市をね回ってみましたけども、皆さんいかがでしたでしょうか。はい、もう今日言うことはね1個しかないね。めっちゃしつこいようですけども、絶対に夜市で皆さんステーキは食べたらあかん。絶対に夜市で皆さんステーキは食べたらあかん。これね、念のために言っときますけども、あのお店を僕はディスってるわけじゃないですからね。あのお店を特定してこうやってディスってるわけじゃないからね。もうこれ台湾全土の、台湾全部の夜市のステーキ全部です、僕は言ってます。はい、本当に食べない方がいい。はい、でさらに念のために言っときますけど、別に三円台湾さんのズズちゃんとかリンリンちゃんをディスってるわけでもないからね。はい、これはもう個人の好みなんで、人それぞれなんで、はい、なんならむしろあのコラボしてほしいぐらいなんで、特にあのリンリンちゃん、リンリンブラウニーさんは僕と同じターゲットが日本人なんで、ぜひコラボしてもらいたいぐらいなんですけども、はい、とにかくねもうそれしか言えない、台湾の夜市でステーキは絶対食べたらあかん。はい、他はね美味しかったよ。最初のシェンシュイジーも美味しかったし、キノコの唐揚げも美味しかったし、まあ、シュイジェンパオはねちょっと僕あのエビアレルギーやったからちょっとあれやったんやけど、臭豆腐がねごめん今日一番美味しかった。最後のタルトも美味しかったしね。はい、全部でね600元ぐらい使ったんじゃない今日。あのステーキなかったらな、本当に200円ちょいで済んだのにっていう思いが込み上げてきます。はい、まあ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 、でもねこういう時もありますよ。はい、勉強になった。これもねチャレンジしてみないとわからなかったことなんでね、とりあえずね何でもやってみないとわからない、食べてみないとわからない、はい、そういうことですね。はい、というわけでね今回の動画が少しでもね役に立ったな、面白かったなと思っていただけたら、ぜひチャンネル登録とねグッドボタン押していただけるとめっちゃ嬉しいんでね、よろしくお願いします。世界一の台湾グルメ情報チャンネル目指してこれからも頑張っていきますんで、まずはチャンネル登録4万人ぜひあなたの応援よろしくお願いします。じゃあね今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。ゾロでした。ありがとう。バイバイ。またねー。